ガーファルムハンマドアン・ヌメイリーは、スーダンの軍人、政治家、同国の革命評議会議長、大統領、首相などを歴任した。左からヌメイリー、ナセル、カダフィスーダンの首都ハルツーム近郊オムドルマンのワド、ヌバウィ出身。父は、郵便職員で総祖父は、ドンゴラのワドヌメイリーの族長である。1952年に、スーダン軍事大学を卒業し、そこで同年に、 エジプトで権力を握るがマール・アブドゥナーセルの自由、商工団の影響を受けた。1966年、ヌメーリーは、カンザス州のアメリカ陸軍のレブンワース基地のアメリカ陸軍式幕僚大学を卒業した。3年後ヌメーリーは、イスマイル・アリアズ・ハリの文民政権を倒す軍事クーデターを指揮し、権力を握った。ヌメーリーは、社会主義かつ反アラブ主義的改革を行った。 1970年には、サーディク・アル・イコール・マフリーによるクーデターを防ぎ、1971年7月18日から22日の短期間、あった少佐率いる共産主義者に権力を奪われるも回復して、閣僚のジョセフ・ガランラスーダン共産党員を処刑して、ソ連の軍事顧問を追放し、中祖対立を起こしていた中華人民共和国や西側諸国から武器の援助を受けた。 9月15日の大統領選挙に98.6%の得票で当選すると10月10日に大統領に就任し10月14日革命評議会を解散した1972年にエチオピアの皇帝ハイレセラシーへ一世の仲裁でアディスアベバ合意で17年間続いた第一次スーダン内戦を終結させたまたエジプトのアンワルア イコールサーによるイスラエルとのキャンプデービッド合意を支持していたことから、リビアのムアンマルアルカッザーフィーとの圧力があり、カッザーフィーをライバル視したザイールのモブツセセセコと友好的関係を築き、リビアの抜けたアラブ共和国連邦に再加盟したりした。1981年にムスリム同胞団に接近して政策を転換した。 1983年には国政にシャリアを導入し、アディス・アベバ合意に反して、南部スーダン政府も解散させたことなどで南部の黒人の反感を買い、第二次内政を招いた。1985年に、ヌメイリは、アズハリ政権時代に宗教的先導者として訴えられ、廃教者とされる判決を受けていた、イスラム改革主義者のマフムード・ムハンマド・ターハーの、 処刑を認めた。4月6日のメイリーは、座るアルイコール・ダ・ハーブ将軍によるクーデターで、失脚し、政治生命を断たれ、エジプトに亡命、カイロのヘリオポリスで過ごした。政権は翌年選挙によりかつてクーデターを死亡した、イスラーム主義者のサービク・アルイコール・マフリーに移った。1999年5月に、スーダンへ戻り、熱烈な歓迎を受け、彼の批判者を驚かせた。 国民会議を支持し大統領選挙で9.6%の票を獲得した。2009年5月30日に死去したことが、スーダン政府当局者によって明らかにされた。万7 9歳没。ありがとうございます。